ゴールデンのタイムラマシン、音大きい小さいあったら言ってください。ほろろ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 ろ、集中できてないな、まだ体が迷っているんだ、震えてたんじゃコントロールしたってブレンダー、太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ、言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな、展望はないが、度胸でクリアするしかないや、衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ、必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利の美しか、それとも敗北の苦渋か、そうすべては二つに一つ、操りたい運命の糸、絶好のゴールデンタイム、この手で掴め、腰のポーカーフェイス決めて仕掛けるよ、イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、スルリと抜けて、エコのボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償がいる、手放したくないもんはどうで、ほいほい、論より証拠なんだ、要は結果を出したもんが勝者だ、沈黙は禁だ、口が過ぎればバレんだ、感覚を研ぎ澄まして、慎重に流れを読み切れ、現状の勝率何パーセント、勝ち割るのは堅実な建設、潜む影帽子は悪魔か、男ならば潔く散ってやるくらいの格好で止め、逆境のクラップやハート奮い立たせて、斬新なファイティングスタイル、ギリギリを攻めろ、アテンション危ないぜ、限界超えて、最高のフェアリーテール歴史に刻め、鑑賞の瞬間を見せつけるために、アイレディクブ持った迷いなど捨て、バベルの階段を上がって、ふぅ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 。今日のマイクはちなみに、あのアリよりのアリゲーターさんに刺さってますね。今日のマイクスタンドはアリよりのアリゲーターさんです。待って、次の忘れちゃった。次どんなんだったっけかな。え、次が棒読みになる可能性、なんだっけ、女神のように笑みを浮かべる、君の魅力に取りつかれて、誘われるまま落ちてゆく、おーおー、心に住みついた欲望、膨れ上がる果てなき夢、誰も僕を止められないわ。絶好のゴールデンタイム、この手で掴め、腰のポーカーフェイス決めて仕掛けるよ、イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、スルリと抜けて、エコのボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償を変える、あああああ、逆境のクラップやハーツ奮い立たせて、斬新なファイティングスタイル、ギリギリを攻めろ、アテンション危ないぜ、限界超えて、最高のフェアリーテール歴史に刻め、驚愕のダイヤ展華麗に決めるよ、 Do you know 運命は奪い取るもの、バベルの
の頂上に刺す日の光を浴びろ。照らされる